はい、続きになります。はい、よいしょ。さっき言ってたのが、石破さんが、言ってた株を持ってる人が、1141万2000人っていうところから です。でも結構1100万人株を持ってるってすごいよねっていうふうに思ったと思います。だからまあ株が下がると1100万人の人が結構ね、大きく影響をあるということなんですよ。で、今日ね、日銀の黒田総裁と安倍首相が1時間ぐらいうにゃうにゃとなんか話してたというのは、多分まあ株価が下がってたことなんじゃないかななんていうふうに思います。さらに、今日の日経平均の価格がね、終値で1万8559円ということで、1万9000割れて、終値で1万8000と、これはね、っていうような状態です。で、ちょっとね、今日この配信は、この日本の未来を考える勉強会の安藤博さん、とか、青山さん、あと中村さんなどが、45人が、提案したその内容についてをちょっとね、この提案書の PDF があるんで、それをちょっと皆さんにシェアしようと思います。はい、ちょっと待ってね。私読みますんでね、これ。自民党の若手が偉いよね、本当。令和恐慌回避のため、300兆円規模の補正予算編成に関する提案っていうやつなんですけど、令和2年の3月11日に出してますと。はい、読みます。今年に入り、中国武漢市を発生源とする新型コロナウイルスが蔓延し、これに罹患する国民が急速に増えつつあると。こうした中、一日も早く新型感染症の拡大を収束させるとともに、感染症対策を抜本的に見直し、国民の生命及び健康を守ることこそ政治の最優先課題であると。それと同時に、国民経済に及ぼす影響を最小限に食い止めなければならないことは言うまでもないと。しかるに、旅行関係産業においては、すでに中国、韓国のみならず、日本国民、旅行者までの宿泊をキャンセルし、旅館及びホテルが大打撃を受けていると。さらに大規模店舗のみならず、小規模飲食店 まあ、うちの猫カフェとかね、カラオケボックス、屋形船、スポーツクラブ、個人タクシー事業者等も政府要請や風評被害等により国民から忌避され、大幅な収入減により廃業の危機、あるいは従業員の解雇をせざるを得ない事業者も出始めていると。そもそも本来ならば、回復基調ではな、でなくてはならない1月から3月期の日本経済は、一連のコロナ自粛連鎖の煽りを受け、消費、雇用、賃金が大きく落ち込み、大幅なマイナス成長となることが見込まれている。昨年の10月、12月の GDP の速報値が年率マイナス7.1%であったことを考慮すると、2四半世紀続けてマイナス成長となることは確実であり、その結果、日本は景気後退期に入ったと内外から判断され、日本経済が負のスパイラルに陥る可能性が極めて高いと。これらの経済被害は、国難とも言うべき新型コロナウイルスが日本国内に蔓延することを防ぐために、政府が要請し、それに対して国民が一致団結して協力した結果が生じるのである。だからこそ、政府が責任を持って、とりわけ中小企業及び小規模事業者、並びに非正規雇用者、個人事業主、失業者、一人親世帯、障害者といった社会的弱者の立場に寄り添い、全国的かつ全員に行き渡るような従来の発想にとらわれない大胆な経済政策が不可避であると。ここ数年、我々自民党有志は、下記の政策を速やかに実行することにより、日本経済の失速にブレーキをかけ、成長路線に戻す大胆な政策を全力かつ迅速に推進することを提案すると。
本年1月から3月期の数値を確認してからの対策では遅いと言わざるを得ない、国民は今すぐ希望を持つことができる強いメッセージを求めているのであると。はい、キット1、ね、これです、提案は。はい、30兆円規模の補正予算を編成し、財政に躊躇なく国債を発行して、それに企てること。なお2025年のプライマリーバランス黒字化目標は当分延期することと。2、非雇用者に対しては十分な休業補償をするとともに、事業者特に中小および、小規模事業者個人事業者を含む閉じに対しては失われた粗利を 100% 保証する施策を講ずること、特別融資だけでは不十分閉じ、安心して休業できることは有効な貿易対策にもなると。3、消費税は当分の間軽減税率を 0% とし、全品目軽減税率を適用すること、消費税法の停止でもか、なお消費税の減税のタイミングとして6月を目指し、各種調整を速やかに行うことと。4、従来から存在するあらゆる制度も活用し、資金繰り支援、企業の廃業防止、国民の不安を払拭するために全力で取り組むこと。5、国土強靭化、教育、科学、技術投資、サプライドチェーンの再構築、特定国依存のインバウンドの見直しなど、内需主導型の経済成長を促す政策に検討すること。以上ですね。自民党若手有志賛同者45名、衆議院1期生から3期生と参議院の1期生から2期生の45名ということです。ね、これなかなかいい政策ですよね。本当に、ぜひやっていただきたいなと思います。で、このね、主要なこれをやってるメンバーが3人いるんですが、この人たちをちょっと調べたので、それもついでにシェアしておきますね、皆さんね。はい、一人のこの安藤博さん、この方がまあ座長というかね、勉強会会長って感じだと思うんですけど、この方は京都のロックの衆議院議員3期ですかね、麻生派の方です。競合する人は立憲民主党の山井和則さんっていうね方で、この山井和則さんってなんか国民民主党を裏切って、この立憲民主党に行った裏切り者という感じみたいですけどね。前回接戦で山井さんに勝って、安藤さんが当選ということで、もともと税理士の方で、税金のことは詳しいという方です。はい、で2人目ですね、この副会長が青山周平さんという方ですね。この人は愛知12区の方なんですが、比例復活の方ですね。選挙にはちょっと弱い方なんですが、青山学院っていうその愛知にある学校の御曹司の方みたいです。この人が青山周平さんですね。はい、愛知12区の方です。3人目が、中村博之さんという方で、この方は北海道4区の方ですね。カジノ疑惑でお金もらっちゃったんじゃないかっていう人の一人ということなんですが、北海道の道議から始まり、中村建設という建設会社の、息子というか、そういうような方ですね。この3人がこの、日本の未来を考える勉強会というところをやってるところです。このね、議員連盟の日本の未来を考える勉強会さんはいろんな人をね、こう招いてて、なんだか、三橋さんとかその辺にも近いような考え方の人たちですということで、この放送は YouTube 録画としてこれでも上げていきますので、また後で見てください。じゃあまたね。